黒船来航。服部思想。中国制覇の足がかり。アヘン戦争で中国が開国した後は、極東の一角日本を開けば、これで旧文明国を資本主義世界に解放する事業が完成するわけである。だから南京条約でこの次は日本の番だということは、イギリスを先頭とする資本主義列強の常識であったばかりではなく、日本にとっても常識であった。しかもその客がどんな客人であるかは、インドや中国を開国させた実績に照らして日本の愛国者にはよく分かっていた。だからこそ林士兵が開国兵団を出し、橋本左内は日本が第二のインドになることを恐れた。当時の資本主義は貿易第一主義を奉ずる自由経済の全盛期で、いわば資本主義の青年時代であったが、それですらインドや中国に対する植民地化の戦争、その戦争の結果としての不平等条約と、その不平等条約によって保障された不当な利潤によって先進国の地位が保たれてきたのであった。問題はどうしてアメリカが日本開国の先鞭をつけたかであるが、それは一言で言えば、中国貿易でイギリスに勝つための足がかりとして日本を必要としたのだと言える。新興国アメリカは中国貿易の面でもぐんぐんイギリスに迫ろうとしていた。1848年といえばブルジョワ革命の波が西欧を襲った年であり、産業革命によって蒸気船が実用化され、鉄道が実用化される時代であった。ペリーはアメリカ海軍で世界に先駆けて最新の技術を持って、従来の伝統にこだわることなく蒸気海軍を作った。さてサンフランシスコから蒸気船航路で中国に行くと、中国貿易でイギリスに勝てる目算がついた。だが当時の幼稚な技術ではどうしても途中で石炭を積む寄港地が必要だった。つまり前にも述べたように、中国貿易でアメリカがイギリスに勝つための足がかりとして日本を開国させねばならぬことになった。だからペリーは第一番に沖縄に行き、那覇を根拠地にして小笠原へ行き、父島に貯炭所にあてる土地まで買って、日本が開国しない場合は父島を、あるいは沖縄を中継ぎにして上海貿易をやろうと考えていたのである。今度の太平洋戦争でまず沖縄を落とし、次に日本本土に向かうことになっていたのとちょうど同じことだ。開国派と攘夷派。太平の眠りを覚ました黒船の来航は、国内に開国派と攘夷派の抗争となって波紋を広げていった。ところで、同じく開国派といい、攘夷派といってもそれぞれ2種類があった。開国派の一方には、イー大老の一派がいる。腹の中では開国すれば古い自分たちの権力が保てないことを知りつつも、なおひとときの権勢を保とうとするための開国派である。もう一つは真の開国派で、古くは安藤昌益、佐藤信弘から渡辺崋山、高野長英を経て、ペリー来航当時は佐久間象山、橋本左内などがその代表者であった。これらの人々は世界の進軍に深く思いをいたし、有国の市場から開国を主張した愛国派である。だから時の権力から激しい弾圧を受けたのであった。攘夷派にも同じく封建支配者の攘夷と人民の攘夷の2派があった。
前者の例は、生麦で薩摩の武士がイギリス人を斬った、いわゆる生麦事件に代表されるものであり、後者は、例えば対馬が占領された時、最後まで反抗した対馬の住民であった。民間から攘夷に参加した紀州の浜口五良、尾張の林金兵衛、あるいは天狗党に馳せ参じようとした河野弘中、その他文久年間の過激攘夷結構派の中に大勢おった。武士でなく当時の人民の生産力を代表する若いブルジョワジーの攘夷が後者を代表する。これら四派が切り結ぶ中に明治維新へと歴史は進んでいく。積年の野望。日本開国の先鞭をつけたアメリカが、その直後に起こった南北戦争に手を縛られている間に、日本貿易の果実はイギリスの手に帰した。やがて日本にも明治維新の変革が。フランスに支援された幕府とイギリスに支持された天皇の両派のどちらも封建的な同一階級同士の権力争奪戦という形で、革命ではなく一種の改革が行われることになった。だがアメリカは日本を水先案内とするアジア進出の積年の野望を遂げようとして乗り出してきた。その最初の現れはグラント将軍の琉球問題斡旋で、台湾征伐以来反目している日本と中国との間に仲裁者として登場した。ついで朝鮮に対しては日本を水先案内としてイギリスに対抗した。この英米の対立競争を巧みに利用したところに、陸奥宗光外交が不平等条約の改正に成功した秘密がある。ポーツマスでアメリカが日露戦争の仲裁役を買って出たのも、ペリー来航以来一貫して持っていた日本を足がかりにしたアジア進出という年来の野望を遂げようとする魂胆であったといえる。第2の開国。100年来の魂胆を100年目にちょうど実現したものと言えようか。それがサンフランシスコ条約であり、日米安全保障条約であり、行政協定であり、今また批准されようとしている日米通商公開条約だということができよう。100年前、黒船が来た時に、我らの祖先は直感的に祖国の独立が脅かされることを感じ取った。尊王と結びついたために、歪められた形で表現されていたが、それは反植民地化の危機に対する愛国の本能である。今100年後の第二開国にあたって、一部の志士ではなく日本国民の最大多数の階級である労働者、農民、民族資本家、インテリゲンチアが100年前の憂いと憤りとを100倍してもまだ足りないのではなかろうか。